僕と契約して魔法少女になってよ。はい、皆さんこんにちは、ウォースウンタンです。本日はですね、前回少しアニメの紹介したんですけれども、そちらのパート2をやっていこうと思います。アニメの紹介ということなんで、ルーちゃんちょっと今いないんですけれども、まあちょっと今回一人で撮っていこうと思います。まあ、ちょっと緊張しますけど、皆さんよろしくお願いします。で、まず自分が紹介したいアニメ一つ目は、シュタインズゲートっていうアニメです。結構前かな、2010年ぐらいのアニメなんで、多分もう8年前ぐらいになるかと思うんですけど、当時すごい流行りましたね。まあ流行ったんですけど、流行るのにちょっと時間かかったアニメかなと思います。あらすじを簡単に説明すると、まあ、主人公の岡部凛太郎という人と、まあ、花澤香菜が声優やってるマヨシーっていうキャラクターと、あと橋田ダル、イダルで、ダルっていう通称ダルなんですけど、その3人組で、まあ、タイムリープマシンを作ろうと。で、そのタイムリープマシンをついに完成することができたんですよ。まあ、それがまたすごいものだから、なんか謎の秘密組織から命を狙われることになって、ここからちょっとネタバレがちょっと含まれるかと思うんですけど、人が殺されて、でそれを主人公のオカリンが救うために、そのタイムリープマシンを使ってどんどん過去を改変させていって、まあ、最後はハッピーエンドに、いけるようなストーリーなんですよ。いわゆるタイムリープものですね。そこに出てくるキャラクターも結構魅力的で、個人的に一番好きなのは、まあ、マキセ・クリスっていうキャラクターで、ツンデレなんですよ。で、そのツンデレがすごい可愛かったですね、当時。もうすごいそのクリスティーナにはハマって、もうグッズとかもいっぱい買いましたね。シュタインズゲートは結構ゲームとかもあるんですけど、まあ、ゲームの方はまだやってないんですけれども、まあ、どんどんやっていこうかなって思ってたぐらい、ハマりました。続きまして、二つ目といたしまして、魔法少女マドカマギカっていうアニメです。こちらも最初の方は内容的に暗くてですね、まあ、あまり盛り上がらなかったんですよね。もうなんか見てたら鬱になるとか、そんな感じだったんですけれども、まあほんと9話10話ぐらいで一気に、あ、こういうことだったのみたいな。あ、そこでオープニングと繋がるんだみたいな。そういう話で結構話題になりましたね。そっからもう映画版とかにもかなり繋がって、かなり人気になったアニメだと思ってます。で、そちらの方ちょっとストーリー説明させていただくと、まあ登場人物主に5人出てきます。主人公がまず金目まどかっていうごく普通の中学2年生の少女で、その友達の三木さやかで、あとその先輩のまみさん、さくら京子、まあ、ホームレスなのかな、ちょっと中学には通ってないんですけど、そちらの同い年の、少女、転校生のあけみほむらっていう5人がよく出てくるんですけど、その中にキューベっていう地球外生命体が、来まして、そこからマドカが、まあ、宝少女になるのかなっていうストーリーですね。ちょっと大まかすぎるんですけど、普通のなんかアニメだと魔法少女になるともうすごい力を得て、もう人々の助けになって、まあ人々から称賛されるみたいな、そういうストーリーだと思うんですけど、この魔法少女マドカマギカっていうのは全然そういうストーリーではなくて、裏の部分がすごい見えてくる、こんなアニメだなと思います。あと自分個人的に好きなのはさやかと、あと京子のその2人の関係なんですけど、まあ題名にもあるように、まあ、私ってほんとバカっていうシーンで、さやかちゃんはちょっとねいろいろ起きちゃうんですけど、その時に助けるために京子ちゃんが、一人ぼっちは寂しいよな、いいよ一緒にいてやるよっていうシーンがすごい感動的で、もう何回も見て、泣いてしまいましたね。やっぱそういう人を感動させれる部分もすごい、マドカマギカには感動させられましたね。まあそういうのはちょっと皆さんに見ていただきたいなと思いますんで、まあタイトルだけだとちょっとね、魔法少女ものみたいな、ちょっと敬遠される方もいるかと思うんですけど、内容は全然そういったものではなくて、もう人間関係とか、まあ本当感動させるものとか結構あるんで、すごいおすすめなんで、ぜひ見てください。3つ目といたしまして、リゼロから始まる異世界生活というアニメです。放送当時ちょっと見てなかったんですけど、まあ、皆さんのコメント見て結構多かったんで、ちょっと見てみようかなと思って見たんですよ。1話からすごい面白くて、もう一気に1日でもう25話まで全部見てしまいました。まあそれぐらいちょっとハマってしまったんですけど、まあそれもタイムリープものといったらタイムリープもので、主人公の夏木すばるくんがいきなり異世界に飛ばされてしまうんですけど、本当だったら、まあ、自分の意思でタイムリープ、まあ、戻って
過去を変えてハッピーエンドにつなげるっていうストーリーだと思うんですけど、松木すばるくんの場合は、まあ、死んだらそのセーブポイントからストーリーが始まるっていうちょっと面白いタイムリープものでして、まあ、そこはちょっと設定的に面白いなと思いました。まあ、セーブポイントが、まあ、ゼロから全部始まるのかなと思いきや、まあ、ところどころセーブポイントが進んでってそこで死んだらもう最初からじゃなくてそのセーブポイントからって感じで、まあ、ちょっとずつ進んでいくんですけど、まあ、どんどんいい方向に向かっていくっていうアニメです。で、まあ、夏木すばるくん結構いいキャラしてるんですよね。結構人間味のあるキャラクターで、もうほんと正直に自分が思ってることをそのまんま言ってしまうし、そのまま行動できるすごくいい人だと思います。まあ、途中作中の中で乱れる部分もあるんですけど、それもなんか人間味があって、もうすごいなんか共感を得ました。まあ、そういう主人公の方がなんか自分的には好きですね。俺が最強だみたいな、ずっと最強でストーリーが進んでいくよりかはそういう弱い面も見える主人公ってすごい魅力的だなって個人的には思います。ストーリーの方はですね、まあ、先ほどもちょっと説明した通り、まあ、その中でもいろんな回答がありまして、まあ、その回答に行き着くまでに何回も失敗して、まあ、後悔してっていう人生はやり戻せないんですけど、まあその時そうできたらよかったなとか思ったり、まあ、そういう風になんかいろいろ考えさせられるようなアニメでした。でまあキャラクターも結構可愛いキャラクターが多くてですね、エミリアさんも可愛いですし、エムとラムも可愛いですし、まあ、すごく全員好きですね、キャラクター的には。うん、なんかきつい人もいるんですけど、そのきつい中にもなんか優しさがあって、なんか皆さんにやっぱおすすめられてこうやって見れるっていうのもやっぱ幸せだなと思って、もうどしどしコメントしてもうどんどん見ていきたいなと思いますんで、皆さんコメントの方よろしくお願いします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回ループものでちょっとまとめさせていただいたんですけど、まあすごい結構ループものはスタインズゲート、マドカマギカ見てからハマりました。やっぱなんかループものっていいですよね。まあちょっと共感できる方いらっしゃるかわかんないんですけど、まあすごく個人的にはすごい好きな部類です。まあ、転生ものもう結構好きなんですけど、まあ、最近で言うと転生したらスライムだった件とか今絶賛見てます。まあどんどんアニメの動画撮りたいと思ってるんですけど、まあもし次のパート3も見たいという方がいらっしゃいましたらいいね押してください。いいね押していただくと、どの動画の活力として、頑張っていけると思いますんで、皆さんよろしくお願いします。はい、それでは皆さん本日の動画は以上です。 See you next time! バイバイ。ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。